あらーペッサーババラです。今日は私の頭の上の方にあるあれの簡単な登り方を紹介していこうと思います。もうね、心なしかこの二人もね見に来てくれてます。はい、そこで見ててね。まあ簡単と言ってもさすがに道具を使わずに簡単に登るには技術が必要になるんですけど、このスーパーホッピングっていうのをね毎回使ってたけど、これは課金アイテムを今売ってないとかで簡単に手に入らないものなので、今回これは使わずに、簡単には手に入らないけど誰でも手に入れることができるこのアイスの気球みたいなやつ、はい、使っていこうかなと思います。まずはこのトランポリンを使うんだけど、このトランポリン、はい、ジャンプしていきます。まあ私もジャンプ苦手なんだけど、ジャンプが苦手な人、まずはねこの角度から練習します。足がつくっていう瞬間にボタンポンって押してもらうと高く飛びます。はい、ではねもう一回やっていきましょう。あれおかしいな。はい、苦手なのか我々です。このねちょっとタイミングが難しいんだけど、ここで練習していきます。もう一回できるかな。むず、はい、はい、簡単なやり方じゃなくなってきちゃう。でも大丈夫、簡単、これさえマスターすれば OK。 こんだけ高く飛べるようになったら次はこの角度からやっていきます。雲が見えると思うんだけど、雲と雲の間、はい、ここら辺のなんというかな、トランポリンの位置から雲に向かって飛んでいきます。はい、もう一回やるよ。この分かる、雲と雲の間のどっちかの雲か真ん中を狙っていくといいです。はい、一回じゃ成功しなかったね。とりあえず高くジャンプしたら、ジャンプしてから動くっていう形で大丈夫です。ジャンプしながら動くんじゃなくて、ジャンプしてから動くで大丈夫です。で今度はこの雲のこの頂点のところですね、雲で一番高いところから、はい、なんと気球を出していきます。こんなところ、こんなところから気球届くのって思われるかもしれませんが、届きます。はい、見ていきましょう。ここで気球ジャンプができるんだけど、気球ワンジャンプしてクマにブラウニー、はい、到着しました。そのままもうジャンプしてめっちゃ簡単でしょ。早くない？早くない？何回も失敗したけど早くない？はい、でもね実際にクエストを受けてやっていこうかなと思います。見てこの速さ、完璧です。予行演習はできました。はい、本番行きましょう。さあ何分何秒でできるかな。あ、私今ねブラジルにいるの。はい、海外旅行中です。さあ始まりました。3分以内に登りきれないといけません。このトランポリンが一番ね時間かかるんだけど、一発で行きました。これは新記録じゃないでしょうか。はいはい、キュ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 、よしゴー。ここでジャンプして、やばくない？やばくない？世界最新記録目指せる気がするんだけど。できた！さっき2分30秒くらいだったよね。ってことは30秒でできた。ちょっと移動の時間なくしたら私、何？ 20 秒？ 20 秒？やばい！めっちゃ嬉しい！どうですか？ちょっと気球を手に入れないといけないっていうのが、ちょっとあれだけど、まあ、いつか誰でもね手に入れられるし、気球を買って何の役に、もう買って損したって思ってる方もいるかもしれない。その、何の役にも立たない気球って思ってる方、ここで使ってください。ここですごい役に立ちます。はい。気球が欲しくなる動画になったんじゃないかなと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひね、これ、登ってみてはいかがじゃないでしょうか。では、チャオ、ベージュ、バイバイ。